ロッシュフル社の地図、ロッシュフル社は、フランス共和国南東部、オーベルニュローヌアルプ地域圏県、ドローム県にあるコミューン。コミューンには1軒の家、1つの改装された小屋、古城の廃墟が1畳ある。近隣のコミューンは、サンナゼールイコールルイコールデゼール、レトニル、プラデル、ブレッドである。ロッシュフル社の人口は1人であり、フランスのコミューンで最小である。 1178年、神聖ローマ皇帝に対する要塞として、D の司教によって、ロッシャフォルシャ城が築かれた。1766年に、最後の領主レドのワンビルが死去するまで、フランス人領主が城を治めた。1796年に、フランス人商人のピエール助走が城の周りの土地を買収し、ロッシュフルシャと名付けた。以降、このコミューンは、 女装家に受け継がれていった。人口は一人であるが、九人の議員からなる議会が置かれている。議員は全員ロッシュフル社の住民ではない。2010年の予算は18,704ユーロであった。村長はパリに住む。フランスは愛嬌心が強く、コミューンの数は時代を経てもほとんど変化しないため、歴史的な背景を持った数多くの小規模なコミューンが、 多く残っており、その4分の1は人口2000人に満たない。中でもロッシュフル社の人口はわずか1人である。人口の出展、INSEE Wikimedia Commons にはロッシュフル社に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。